やってるんだね、でもね。インスタグラムをね。ねこの人。やってんだね。いろいろやってんだな。結構構ってほしい人なんだね。構ってちゃん構ってちゃんの方なんだね。そうかも。うん。いろんなことしてね。うん。はぁこれは。ね。クソですね。そうですね以上。はい。こんな感じのしょうもないニュース募集します。宛先は郵便番号107-8066。 TBS ラジオ木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキクソステーションの係メールの場合はメガネアットマーク TBS.CO.jp です木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキ TBS ラジオから木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーをお送りしていますが、ここで気象情報をお伝えします。ニュースデスクの新藤さん、お願いします。ありがとうございました。また新しい情報が入りましたらお伝えします。 さあ。はい。まあ、またほら、メールテーマ決まってないから。今日はね。はい。だろうね。うーん。うん。なんか、変なルールとかさ。そうね。理解してもらえないようなルールとか。そうそうそう。さっきのね。うん。業界ほら特殊だから。はい。なんか自分たちの中の特殊なルールとかでもいいしね。うん。 家族の中の特殊なルールでもいいし。ね、学校でもあるだろうし、さ<ー>、部活とかね。<ー>うん、いろんなこでなんか変な、変なルールあるよね。きっと。うん。あると思う。そういうの。うん、そういうのを募集しましょうか。はい、えー、先は、ファックス番号、東京03-5562-9540。メールアドレス、メガネアットマーク、tbs.co.jp。すべて小文字でどんどん送ってください。じゃあ、コーナーいきますか。うん。君の名は<タッ> さあ、実はこのコーナーはなんかそれっぽい名前を言っていくコーナーです。はい。えー、じゃあ行きますね。ラジオネーム、セイント。メカニズム、えメカニズムは全くわからないが、耳かきをするとすぐむせてしまうやつっぽい名前。うん。柏浩平さん。<laughs> <laughs> 全然そう思わないけどな、うん、<laughs> あ、耳かけて思い出した。俺、<laughs> アンガールズに会ったら聞こうと、アンガールズ田中に会ったら聞こうと思っての。いつも思ってんのに、もあそこからラジオにも来たし、この前のドラマでもあったし。おぉ、その前。その前すげえ会ってんの、そっから。うん。何毎回聞けてないの。はい。タモリクラブでさ、うん、田中がさ、うん、耳にね、水を、こう、注射器のさ、狩りがないバージョンのスポイトみたいな。 ねん。シュて押したら水がピシって出る。はいに、この耳の下に、いわゆるこの病院とかでよくある銀の受け皿みたいなんじゃん。うん、はいはいはい。医者が使う。はい。まあ何でもいいんだけど、皿のところにこうやって、下にセットして、耳の中に怖いんだけど、その、水を、耳の中にプシャーって入れるうん。そうすると、モザイクかかってたんだけど、ドドドドドドって、耳から耳から、その、勢い出てくんだけど、耳そが全部取るんだって。ええ、やりたい。 何ですかそれ。全部取れるんだって。それ何タモリクラブ出したのでやってたの。おー、聞きたい。でしょ聞きたいよ。なんでずっと焦ってんのそれ。それ、あれ怖くないのって聞きたかった。怖いよね。でも、すごい気持ちよさそうじゃん。じゃ、水ではないんだ。水なの。水なのお湯だから水なの。怖いじゃん、そんなの。なんかね、いけないんだって。あの、綿棒好きでしょ。好き。綿棒って押し込んじゃうんだって。中に押し込んでるなと思う。やってるで、その溜まってるやつが、もうありえない量が、 シャってやるだけでワーってやる。ああ、面白やりたい痛い痛い。だってモザイク入れるレベルだからすごいでしょ。確かにそっか。モザイクか。そう。ものすげえ汚ねんだじゃあ。それ覚えていて俺田中にあったら聞かないけやべ、忘れちゃう忘れちゃう。あれ忘れちゃうよ。忘れちゃうんだから。怖い怖い怖い。あれやってみたいの。やりたいやりたい。うん。えー、俺ね。ラジオネーム5本ギタロ。 俺酒飲むと食べ物食えないんだよねとか言いながら、2軒目のバーで出された軽いスナックをめちゃくちゃ食べるやつっぽい。分かるこれ <laughs> <laughs>、えー。酒井人さん。友人祐人だちょっと酒飲みそうな名前だけどね。強そうではあるね。強そうではあるね。人,人っていうのは。えー、ラジオネームボタン屋のせがれ。シーズン中の本田圭介がコンディション維持のために毎日食べてそうなもの。うん オリーブオイルのみで味付けしたパスタ。ああ。ストイックな感じするね。るねそういうことか。えっと、うん、ラジオネーム、フリーズムーン長原。え、うん、ダンカンさんがオフィス来たのの後輩から影で呼ばれてそうなアドナ。<laughs> <laughs> <laughs> 検証首<組>。<laughs> 検証首<組>。<laughs> 検証がやってる。首に検証がやってる。ああ、ダンカンさん絶対。なるほどね。なんかあるな、でも。影で呼ばれてそうな。なんかありそうだね。怖いから。鬼のやっぱダンカンって言われてるでしょ。うん。怖いからね。え、ラジオネーム、シャキシャキサラダ。クリス松山ああ、クリス、間違えた。松山。まあ、クリス松村のモノマネ芸人っぽい名前。トリス松山。 なるほどね。言っちゃったな<ー>トリス松山ね。ラジオでも貪欲な男。ぶどうん、ブドウ味のガムの匂いがしそうな有名人。<laughs> うん。うん。アジアコング。<laughs> <laughs> ね、紫のね、なんか、ね。なんか,なんかね。えー、ラジオネーム、ボールに一杯のポテトサラダ。フランス語で、うーん、まずい。あ、うーん、まずい、もう一杯。を表すっぽい言葉。 おう、ディシポン、メルビューレ <laughs> <laughs> なんだってリズムなんだよね、全部そのパターン。気持ちいいやつ。ねうん、ラジオでもタクヨシロユ YouTuber 界のスマップを名乗り、うん、ダンス動画をネットにアップしてるっぽい5人組のグループ名と各メンバーの名前。うん、グループ名、チュバップ。<laughs> うん、メンバーの名前、ハルヒ。ユメジ。お豆腐。チンキャス。 中曽根普通の流れにね言うんだね一、えー、人は、うん、はいこんな感じの、うんはい、なんか名前思いついたら送ってください宛先は郵便番号 107-8066TBS ラジオ木曜ジャン小ギやはのメガネ b e 君の名はのかかりメールの場合は眼鏡アットマーク TBS.CO.JP ですしかし今年はリズムネタっつうのが流行ってんな 最近までラッスンゴレライダのダンソンダの歌ってたと思ったら今本能寺の変だって。何でもかんでもリズムに乗せりゃいいってもんじゃねえからな。その点おいらなんかすごいよ。ズボッズボッドピュッ。ズボッズボッドピュッってこれより、これはリズムネタじゃなくてリズムカルなピストン運動だってのタケちゃん、<laughs> 行くの早いねってうるさいよっつうわけで、行くぞ 2>, <laughs> !2 時2分出た、タケシ明けて今日9月11日がヤ木の誕生日だっつうことで早速行ってみましょう。 こんなサプライズは嫌だ。タイミング悪い。これはですね。サプライズでお会いしてく、おい、<laughs> サプライズでお祝いしてくれるのは嬉しいけど、タイミング悪くてね。お,ねお姉ちゃんとエッチしてる最中に、おめでとうなんつって、ドカとか部屋に入ってきちゃったりして。でもみんなが見てるから、いつもより彼女が濡れましたってバカ野郎ドガすぎる。これも嫌ですね。サプライズはいいけど、びっくりさせすぎてね。八木さんに喜んでもらいたくて、スタッフ全員性転換してきましたってやりすぎだってな。うん 自腹だこれはですね、誕生日にしてもらったサプライズが全部自腹でね、ケーキ代もプレゼント代も帰りに請求されちゃったりして、あと、昨日矢木さんが抱いた姉ちゃんもうちで用意したんで一発につき2万円いただきます。うーん、安いってバカ野郎って <laughs> 呼ばれてないこ夜ですね、サプライズの誕生日会に漢字の自分が呼ばれなくてね、実はサプライズで誕生日会やってまーすなんつって楽しそうな写メが届いちゃったりして、写メを開いてみたら知り合いのスタッフが、 うちのさんの父をわしづかみしてましたってやめなさいってのつ <laughs> <laughs> うわけで今週は以上です<笑><笑>今週メールをくれた特別画像はラジオネームオーシャン<笑><笑>匿名さっさ28のりすけおばさん以上